ごかったですね。一気に1000人ぐらい、ね、増えたんですよね。でお縛り一つください。でオリンピックがどうですかですよね。7月でしょ、半年です、あと半年で辞めるっていうのもね、ちょっとあの選手たちにとっては気の毒ですよね。あとはあの有名な方が亡くなったりするところ、だから志村さん、岡江さんの時は急にパーンって人いなくなってないんですよ、うん、ちょっと山盛りなんですけど、今日、まあ、明日は閉めちゃうんで、あんまりいっぱい足しても僕がいっぱい食べることになっちゃう。感染を減少傾向に転移させる。でもうちは6時からだから、それこそね、時短で8時になったらもう何も1時間で、ね、はい帰ってくださいみたいな感じになっちゃうから、8時まで営業って言ってもね、かといってじゃあ開店時間早めにしていっぱいお客さんを呼んでみたいなことをしても結局それってね、収束にもつながらないだろうし、満とかね、もうほんとそんなになっちゃったりさ、病院が靴もこうバタバタっとなっちゃうような、よっぽどのことにならないとなんか本腰上げないような気がするね。汚いのがいいカルテしてる。あ、そうなんだ、カルテちゃん。正直、8時と10時の何が違うのかなと思うんですけど、それで7時でお酒ストップしちゃったらもう、勝手ですよね。会食はいいのかっていう。一応8時までの予定ではいるんですけど、ちょっと人数があまりにも感染者数が多いので閉めようかな。1500人で2000人超えるの早すぎたなっていう、家族がいるのでちょっとリスクが高いので、まあ、補助金が少しでももらえるんであれば、まあ、そんなに生活、まあ、明日の今頃はもう終わってます。寂しいですよ、ね、ずっと12時過ぎまでやってるのに、とか お家で何していいか分かんないです、本当に。ありがとうございます。私もよろしくお願いします。お願いします。じゃあね、はい、ありがとうございます、またね、お気をつけて。どうもありがとうございます。おやすみ。ありがとうって言うじゃん。はい、こちらこそ、ね、いつもすみません、ありがとうございます。頑張ってね。お気をつけて、ありがとうございます。待ってよ。